洗濯天気予報をお伝えします。前線や低気圧の影響で東北エリアでは雨が降るところが多くなりそうです。こちらでは部屋干しをおすすめします。また前線や湿った空気の影響で西日本でも雨のところがありそうです。日差しが届いていても空の変化にはお気をつけください。さあでは続いてこちら見ていきましょう。お天気の移り変わりです。グレーが曇り、白が雪、青が雨、そしてオレンジが日差しの意味となっています。ご覧のようにこの後は東北エリアを中心にお天気崩れるところ多くなりそうです。また西日本でも九州の東シナ海側や中国エリアの西部、太平洋側のエリアでは雲が広がり、にわか雨の可能性がありそうです。洗濯物の外干しをする方は空の変化十分お気をつけください。また花粉も多く飛散しているところがありますので、払ってから取り込むようにしましょう。詳しいお洗濯物の情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。